けてこ。で、ゴールドソース派の教区買っちゃおう。今17個持ってんのか。なんだこの辺。これは全部欲しい。何これ。レスキューバッジ。へえ。あ、エアリスの武器まで。あ、強そう。欲しいものが多い。まずね、これは買っといていいと思う。あとは、これも欲しいな。これ逆に、売ってモーグリメダルはくれないのか。下の4つは絶対欲しいな。これ買おう。で、あとはこれ順番に買っていくか。おっしゃ。あと今この2人いないから、エアリス買おう先に。毎度、ポ。おかげでメダルかなり集まったっぽ。みんなを幸せにする力、溜まってきたっぽ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ。俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。現金なやつめ。メダルだけど。それで、あ、マテリアスロットが増えた。今手に入れた鍵、5番街スラムの墓地。開かないところはいくつかあったけど、墓地ってのはどれだ？墓地っぽいところが見つからない。まあ、そのうち役に立つか。子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決して。じゃあ町にある、今もうエアリスの家に戻ってもいいんだろうけど、街にあるサブをやっちゃおう。そうするとまたエクストラが発生したりもするんでしょう、きっと。エアリスが新しいロットを。これでよしと。さすがに、瓦礫が置いてあるところに墓地があるとは思いたくないから、この辺順番にやってみるか。これ行ってみよう。ずっとテレビやってんだ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つやつはいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。やつら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。侵入者あり。こっちか。相変わらず瓦礫が凄まじい。あ、メダル大抵神羅ボックスから出現してたから、神羅ボックス結構気づきにくい場所にあったりするから、ちゃんと壊そう。これは墓地じゃないよな。墓地だった。あれだけど、だけどもだけど何もない。最強ベンチしかない墓地なんだ。
開けといて、なんかいいことあるかな、これから。ん？変なのがおる。ここ開けといてよかった。メダル。やるしかないか。違うな、こいつらは。なあ。頑張るね。よし。あ、エアリス強くなった。どこ行った？どうしてもやる。はい。お疲れ様。ああ、ひょっとしてこのエリアであった。ああ、なるほど。この謎い広めの空間はそのための。意地悪しないで。おいしょ。強いのかな。物理耐性、最強ベンチがあったから。魔法とか使おう。え、何？マジで？落ち着いていける。私の出番。これは魔法だから効いてる。当たれ。あ、溶けた。あー、貫かれてる。エアリス。あ、当たったかな。ダメか。ガンガン強化されてる。エアリスの通常攻撃が効いてるな。ああ、剣撃が効くやつから買っていこう。すばしっこいな。炎とかは効くかな。効いた？ちょっとカメラが激しくて何にも見えない。そしてこいつらも非常にすばしっこい。わっ、一撃だ。中に潜る攻撃めっちゃ強いな。見破るマテリアつけとけばよかったかもしれない。効かないな。一応削れてはいるんだけど。ブロック、力を見せて。リミット技どうだろう。不運を恨む。効いてる。こいつちょっと生体情報を調べてみないと。歯が立たないな。弱点で詰めないと。引いてない。よし、 OK。 当然の結果だ。無茶強い。見破るマテリアつけよう。はい。で、今3体倒したからもう2体どっかの広場にいるな。ここじゃね？ちょっと1回ベッドで回復しよう。ベッドでベンチか。いた。まず敵の情報を。これ、あ、ここから降りれる。あ、2体だからさっきよりはまだ。見破れ。調子に乗るな。あー、なるほど。風なのか。
あ、物理攻撃を弾く場合は魔法で解除できる。あろうことか今風魔法をね、誰も装備してないしね。先に A から倒そう。風魔法っていまいち存在感がないなって思ったけど、意外とメカには有効だったりするのかな。イカズチの剣ぐらいに体勢つけた。どうだ、これ自分から近づかないと当たんないな。魔法ちょっと失敗したな。待って、潜ってる。その攻撃はまずい。叩き蹴る。 B はやったか。よし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 。これでよしと。アバランチの行いに対し、多くの住民たちが。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで。俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。はい。守りのブーツ。ブーツ。スロー状態とストップ状態を完全に防ぎます。なんかこれってそういうモンスターが出てくるっていうことが事前に分かんないと装備のしようがないというか。防弾チョッキ試しに履いてみるか。そこのおじさん、あんたか。何でもやっていうのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグ屋のとこで交換したよね。なるほどね。もうこれで入れるね。どこだったっけ。あ、ここだ。あそこはもうすでにベンチ目的で侵入したから。おお、モンスター湧いてる。見た目炎が効きそう。意地悪しないで。あ、痛い。ああ、もう毒食らった。毒消しはしておくか。あ、痛い。やー、問題ない。これ一回でも食らえばもう毒か。危ない。そっちは大丈夫。さあ、
あ、なるほど、あれの眉にかかったらストップ状態を食らうってわけか。装備しておいてよかった、さっきのブーツ。まず1体を集中砲火したかった。悪いな、おっしゃ、仕留める。行け、こいつをまずやっちゃおう。技だと、バーストが切れた。これだ、仕上げだ。まだダメか、バースト大事だな。ファイヤー炙りだ、来ないで。オッケー、フォローを頼む。お任せあれ。あ、待って、それはまずいかも。クラウドを回復させよう。私に任せて。回復が必要か。それから毒消しと。さっきのブーツ、睡眠は防いでくれないな、きっと。あ、ところで、おやすみ。いいとこ見せなきゃ。あー、クラウドクラウド、クラウド、クラウド、いけるか。仕上げだ。で、また毒食らってるし、まあ、毒消しはたくさんあるからいいんだけど、 ATB ブーストかけよう。先に行くよ。あっか必ず毒食らってんだ。メガポーション使っちゃおう。まだやれる。仕上げだ、叩き蹴る。で、エアリスに交代して、エアリスに毒消し担当を。交代。クラウドまた寝たし。いいとこ見せなきゃ。よし、ギリギリバースト。行くよ。クラウドボコボコだけど、今がチャンス。近づくと次はそっち。やっ、やっ、沈め。やっ、よし、オッケー、あとこいつだ。リミットがもうすぐ溜まるな。ちょっと体力がやばいけども、やっちゃいたい。まずいかな、動けなくなってるし。私に任せて。クラウド動け、起きろ。はいはい、当たれ。任せるね。やっちまえ。3秒後を食い。ダメだな。よし、敵に叩き込む。これだね。あ、それなんだ。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい、報告に戻ろう。はい、また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理、女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな、墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？金金金。
まあ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。ああ。まあ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 。私たち頼りにされてるね。ああ。楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。あとはこれかな。5000ギルくれてもよかったけどね。あ、で、ニードルガード。あー、なるほど、物理防御力上昇か。うん、これにしよう。子供の依頼か。ああ、潜りメダル、また後で何か買いに行ってみよう。